こんにちは。関東エリアのウェザーニュースアップデートです。昨日の晴天は束の間で、今日は再び雲が広がり、すっきりしない天気になっています。こちら千葉県船橋市のすよさんからは、空はどんよりと曇り、遠くのビルはもやって見づらい状態。傘を持って歩いている人が目立ちます。通勤途中にある桜は今が満開、桜吹雪もすぐに見られそうですとリポートいただきました。すでに千葉県内では一足早く雨が降り出しているところもあるようですが、この後の天気はどうなるのか詳しく見ていきましょう。今日は南部ほど時々ざっと雨が降ってきます。また北部でもにわか雨にご注意ください。今日は冷たい北風に変わるため、昼間も気温は上がらず肌寒い一日になりそうです。最近気温の変化が大きくなっていますが、風邪をひかないよう今日は暖かくしてお過ごしください。次回の更新は夕方の予定です。それでは。ウェザーニュース。